ございます。今日は12月22日に開催される太平洋クラブ宝塚コースインゴルフォームの会場ですねの下見にやってきました。私ももうメンバーになって冬になると2年になりますが、ここに来たのは初めてです。来てみるとすごく綺麗でびっくりしてます。さすが太平洋クラブだと思ってます。まあ、初めてということもあってちょっと施設の中を紹介していきたいと思います。まずエントランスが入るとこんな感じで結構開けてますね、はい、今日なんとね大きいコンビが2個も入ってるらしい。結構賑やかな感じになってます。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここはまだショップがセレクトザクラブではないですね。普通のショップな感じになってます。こっちがレスト、左が入って左がレストランで、右側がロッカー室、ロッカー室とショップ。ロッカーも綺麗でした、ね、ロッカーすごい綺麗だった、うん、なんと石器製置いてあったし、検証室なかなかないですね。でもなんか広大な作りだよ。あ、長編みですね。おはようございます。おはようございます。なんと今日はスペシャルゲストを呼んでいます。はい、ゴルピアのお二人です。おはようございます。ゴルピアのそうです。もうちょっとこっち側じゃないと入んないかも。入りました。あ、すいません。ヒロです。ヒロさん、ヒロさん、そうさん、今日はよろしくお願いします。お願いします。今日はちょっと自己紹介がてら、はい、2対2でバトルで9ホールいきなり、はい、やれたらなと。いや、俺もあれだよ、本当だったら西武さんとやりたいよ。もちろん。いや、ダメ、燃えるから。燃える。炎上するとか。あ、そういう感じね。はい、じゃあもう早速ね、前もいなくなったんで、はい、お話ししながら、お互いのことを知りながら、はい、いきましょう。はい、はい、お願いします。今日はベストボールでやります。お互いのいいボールを取ってきます。正直、兄弟喧嘩になりそうなので、ちょっと嫌です。確かに。でもなんか良さそうじゃない。いやいや。結構よう言われてるよね。気をつけます。お兄ちゃんに当たりが強いって。それは俺も一緒や。そうちゃんに当たりが強いんで一緒や。これは、あの、品橋を狙っていくんですね。はい。来たことあるんですか？はい。このくらいかな。おぉ！ナイスだ。今日は上手くなってますよね。ちょっと知らないです。いや、動画を見させてもらってないしょ。手袋つけるの忘れてるし。アキこちらです。 ありがとうございます。お願いします。ソウさんです。ドローヒッターかね。うん、やっぱドローヒッターだね。いや、ドローヒッターですね。ですね。西村さんが予想通りドローヒッターですねとカメラを微調整されました。すいません、お願いします。はい、ヒロさんです。かー、めちゃ飛ぶ人だよこれは。これ右サイド。そう、ちょっと任せた。はい、お願いします。お願いします。何が真ん中置いてくれる。マンブリでいくそうです。はい、三草さん、マンブリでいくそうです。言ってないです。力抜いていこうっていう。あ、そう。お、右の方に。お、いや、大丈夫。やばい。いらっしゃって。あ、でも結構飛んだね。セーブです。ショートカット。ゴルピア VS リンゴルフ、どちらが勝つか、はい、皆さん予想してみてください。まあ、今あのティーショット見た感じかなりの実力を持っている2人だと思うんですけど。バナナボール出ちゃった。俺はこっち。いやいや、これは頑張んないと負けちゃうよ。はい、ボールそちらにしますか。そうですね、ボタンがないので。まだ1球しか打ってないです。今日はソウちゃんだけのボールで行こうと思って。すげえ、どこ打ったのこれ。グリーン行ったよね。マジで。なかなか打つところがない。やば。これはやばいぞ。いいっすね。風情のあるコースですね。え、ワ
我が社の命運がゴルピア社、はい、あおじさん、おじさん、ベストボール方式ですから、しょっぱなからこういうライブね。おーナイス、かっこいい。少しでも前で打ちたいという三枝さんの希望によりここになりました。何でもないし、230か250か。おお、おーナイスキック、フェアウェイの左までキックさせてきた。お、いい、これ右にキック。おお、もうちょっと前にいた。男3人でわちゃわちゃ楽しそうです。エッジ表示かな、はい、リンゴルフにはなかなかない映像ですね。160ちょいですね、はい、結構ジンバル使ってます。すごい重い。うちのスタッフはみんな嫌だって言いますよな。本当に、うちのスタッフも嫌だって言うの。じゃあ皆さん何度ゴルピアさんのセカンド8番9番だ。すごーすごー、かっこいい。あー右キックした9番か7番そんなはい、すいません。それじゃ6番でいこう。おーいい球だ。仲いいなゴルピアは。強いね、ショット打ったね。仲良しです。70ヤード本当に分かんない、多分キロさんに聞いたらもうちょっとありますね。80、90打っていいと思うよ。そう、うん、ほらちょっとレーザー押してきちゃった。うん、乗った、はい、そう、とりあえずね、はい、ありがとうございます。まず乗せといてから新内がピンに絡めてくると安心させたところ。あ、さすが安心安全。あるかもしんない。え、ミミズ出てきた、ミミズ出てきた。いい土地だってことだ。土地だと思ったら、ミミズが住んでる、ね、ミミズが住んでる。植地にミミズがついてる。それは気持ち悪い。植地に、ちょっと左すぎる。じゃあいい音すんな。ここかな、ここかな、ありがとうございます。グルピアさんの4打目です。左より上りの方がいいでしょ。好きな方でいいよ。はい、じゃあ。うわ、これがゴルピアだよ。めっちゃゴルピア。なんかすごい 8.5 じゃない感じぐらい転がりましたよね。 8.5 って言ってました今日。もうクラチャの時期やから多分仕上がってます。一応これは本当の話、10月はクラチャの時期やから。まあね、確かに。なんか雨水ついてるねこのカメラに。おー、ナイソンです。ニューパター上りスライス上りに見えるんだけど、まあ、でもちょっと高かったからな。あ、強い。ちょっと全然違うよ。全然違う。まずいまずい、これやばい。なんかやっぱ操作も早かったけど早いのかな。ボイントしちゃいけないの。あ、でも多分大丈夫です。マークだけしといたらこっち使うから結構。いいじゃないですか。おー、いいじゃないですか。パターンしてないのに、ね、早いです。パッと合うんですね。ありがとうございます。ソウさんのパーパット。ナイスインでーす。ナイスパー。兄のパーパット。ちゃんと入れといてね。これを入れると思われている。
はい、一ホール終わってイーブンでーす。パーパー。いや、実力が拮抗してますね。しっかり寄せて汗かいてきます。来られました。あの緊張な、ヒロさんがソーさんのやつ打った後にフェースをかなり開いて打ったの見て、あ、本当ですか。うん、やべ、ちゃんと見てるよね。無意識だわ。そう、いや、無意識です。あ、無意識。はい。でも結構ボール真ん中目に置いてるから。え、そうなんすか。いや、僕の中で、僕の中でですよ。はい、あの、正しいか分かんないですけど。いやいや、いいなって。なんかそうやって見てもらえるっていいっすね、ゴルフ番組みたいな。ほんと確かにね。なんか男の人たちやってると楽しそうだね。いや、僕らからしたらむちゃくちゃ羨ましいですけどね。いつもより、そう、楽しそう。普段だって偉い人ばっかりだからね。いやいや、ゴルフ女子とやってるとなんか、ゴルフ女子は気遣いますよ。いや、さして、ゴルフ女子。ゴルフ女子とゴルフするためにこの動画やってるんですからね、僕ら。比率何パーセントでした。 1.8 ぐらい。何ですか 1.8 って。女子視聴者の数。わかります。全体の2位ないです。わかります。僕らでも 10% です。さっきの良かったな。そんな心配。でも60度なんですよ、あのウェッジが、ね、そもそも。あ、でもともと寝てるってことですか。はい、まっすぐして体だけちょっとオープンにして引っかからないように打とうと。引っかからない。はい、 そう、そこまで考えて。いや、見てもらってると嬉しいですね。そうちゃんがそういうのを考えずに打つから。みんなすごいことやってるのに。そう、はい。あら、あ、大丈夫。左、左に行くかな。なんか全然。あ、安全。あ、も結構持ってる。めちゃくちゃ馬なってますよね、宮下さんね。今日なんか振り方違うな。でも最初だってもう当初はチーピンの人だったじゃないですか。はい。下からのチーピンの人。はいはい。すくい上げです。違いますもんね。あ、そうですか。でも見てるんですちゃんと。あ、そうそうそう。おお、いい球来た。やばい。あー、来たー。いい球だな。これでも8割くらいですか。いや、もう頑張ってます。よいしょ。おー、ナイスショー。高い球か。うん、打ちやすい。レシピ来ないです。え、何これ。そんなやってる。あ、やってます。エステの CM 赤いのかな。今、さやぐささんの今まで出た CM をチェックしてくれている。今日勉強してきました。年末はエビシマト。絶対リンゴルフの人も知らない。やっぱそういうとこから好きさを出した方がなんかミーハーって思われちゃうじゃないですか。当時のさやぐさ心さん知ってたんですか。これぐらいの女将の。え、知ってたんですか。知らないよ。知ってた風の顔で。はい、結構ね、できる子なんですよ。はい、昨晩のうちに、はい、寝ずに勉強しましたが。いや、今バトル中だけど応援してる。今全員がゴルフ仲間ですから。あ、なるほどね、はい、最近のよく出るミス。あ、ミス左。ああ、残念。残念。ヒロさんのボールで行くらしいです。多分90ぐらいだと思うんですけど。うん。聞いてて。うわー、高いボール。高い。ナイスオン。ナイス。60で行きました。60。はい、ヒロさんが乗せました。お、いい感じ。いけ。ちょっと弱いかな。いや、カモンベイビー。おー、バーディーチャンス。かけてるよ。かっこいい。さあ、やばいですよ。寄せワンしかないですよ。やっぱ違う。なんか、いいっすね。ね、
やっぱり財布さんいるからですよね。いや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 、一番気合入ってちゃいますね多分実は、はい、実は一番気合が入っているかもしれない。なんかおかしいこっちりちょっと砲台なんでこういう感じですね。お、うまいんじゃない。おお、ちょっと、あ、そんな流れる。めっちゃ転がるやん。右に、左に行ったよ。左に行く。うん。おお。絶対 8.5 じゃないよねあれ入れよう、どっちか、それしかない。バーディー入れられたらしょうがない。すみません、さっきのホールのパター取れてませんでしたかもしれない。ゴルピアさんのヒロさんが寄せて、ゴルピアさんワンナップです。このままだとやられちゃうんで頑張ります。ゴルピアチームワンナップ。上げ上げ。ピッチング。そうちゃん9番でしょうか。上げてる。もう回ってきたっすね、そうちゃん。上げてるから9番。すごい。フルショットしない。しないよ。スリークォーターで行く。うん。パッと見よ。いいよ。いい球だな。入っちゃうんじゃないこれ。動画史上初めて。もしかして？ナイス。入った。大きいやん。9番。だいぶ打ち下ろしてるねこれ、そうちゃん。あ、上げてても？あ、50に変えた一人だけ。自分だけ。それがチームプレー。頑張って。そういうことや。頑張ってよ。はい。わあ、すごい。向かっていって。そうちゃん届かない。ナイスオン。ありがとうございます。あ、もう早く見切った。あ、すいません、あの対応ないと思った急がないとと思ったいい。おー、ドローでめっちゃいい。頑張れ。おー、イエス。ナイスオン。ナイスオン。ナイスオンです。おい、頑張れちょっとな。おい、アーニー、このままだと何番チーム変更するぞゴルピアさんもバーディーパットです。入れますよ、下りのスライス。先にヒロさんが行くみたいです。スライスかな、本当に。行こうか、先。え、大丈夫です、大丈夫です。そうちゃんのパターンない。スライスしないと思って打ってみますわ。うん、一発。おー、やっぱ早い、来た。えー、やだーやだやだやだ、もう全然無理になってきちゃった終わりすごいきなりおー、惜しい。同じとこに来た。思ったよりめちゃ切れた。OK です。